塩チャーハンの作り方を紹介します。塩チャーハンって知ってますか？ミシュランで星を獲得したお店の名物料理なんです。黒チャーハンは中国醤油を使って作るので独特な風味とコク、甘み、苦みがあり美味しいです。さらに牛肉の油や玉ねぎの甘みとコクの中にナッツのアクセントがいい食感になります。この黒チャーハンを中国醤油なしで家庭でも再現できるレシピを考えました。いや、ミシュラン以上の美味しいレシピではないかと思います。後半には家庭でも簡単に作れるフライパンを使って弱火で作る方法を紹介しています。だから家庭でも簡単に手に入る食材で手軽にミシュランの味が再現できちゃいます。それでは作っていきましょう。まずははじめに中国醤油の説明をします。この中国醤油は真っ黒なのが特徴で、主に料理の色付けに使われることが多いです。牛肉料理や角煮などの煮物に多く使われます。滑らかなとろみとまろやかな甘みが特徴で、ほんのりとした苦みとコクがあります。独特な風味もあることから、単体で使うことなく普通の醤油と合わせて使うことが多いです。日本の普通の醤油と比べてみます。見てわかるように色と濃度が全然違います。この色と濃度にはカラメルが使われています。なのでカラメルと醤油を合わせて中国醤油に近いものを作ります。カラメルの材料はサラダ油大さじ1とザラメ 40g に水大さじ3です。グラニュー糖や氷砂糖でもいいです。まずは油大さじ1を鍋に入れます。ザラメも全部入れ加熱します。お玉で油とザラメを混ぜながら合わせていきます。焦げないように火を中火にしてお玉でぐるぐると混ぜます。ザラメが溶けてきたら素早く円を描くように混ぜます。ドロドロになりとろみがついてきて褐色してきたのを確認します。ここで加熱してから水を一気に入れよくかき混ぜます。さらにかき混ぜて粘りのある音に変わればカラメルができました。このカラメルは中華料理で照りや色をつけたりするときに使います。トンポーロー、角煮などによく使われます。これでカラメルができました。中国醤油の代用を作ります。醤油大さじ2とカラメルをティースプーンに入れてよく混ぜます。カラメルはまだ温かいうちに醤油と合わせると混ざりやすいです。完全に合わさるようにしっかりと混ぜてください。このくらいにしっかりと合わせます。真っ黒にはなりませんが醤油より濃い色になり甘みとコク、苦みを再現できました。牛肉をカットします。面倒ならひき肉でもいいです。牛もも肉 30g を手で押さえて下からスライスします。それを並べて細切りにします。細切りにしたら横にして細かくカットします。
本来はひき肉を使うのですが、カットした肉の方が数倍美味しくなります。もちろんひき肉を使っていただいても美味しくできますが、ミシュランの味を超えるならカットした肉がおすすめです。肉に下味をつけます。黒胡椒、塩、酒、醤油を少々入れ混ぜ、卵を少量入れ含ませるようにしてから片栗粉を適量入れます。最後に油を少し入れコーティングします。材料を用意します。干し椎茸 5g、 生姜 2g、 玉ねぎ 10g、 青ネギ 5g、 牛肉 30g 2人前、卵2個、ピーナッツ10粒、ご飯 230g、 合わせた醤油です。卵は卵黄だけで作るのが本来の作り方ですが、卵白がたくさん余ってしまうので全卵と卵黄を合わせて使います。卵黄だけで作る方が濃厚になるので、できるなら卵黄を3個使って作ってください。でも少しご飯と炒め合わせるのが難しくなるかもしれません。卵はしっかりと混ぜておきます。油を中央に温めてピーナッツを軽く揚げます。本来は松の実を使うのですが、手軽に手に入るピーナッツで代用します。鍋底につかないように軽く混ぜながら揚げます。こうすることでピーナッツが香ばしくなり美味しくなります。揚げるのが大変でしたら、ピーナッツはそのままでも食べられるので省いてもいいです。ピーナッツの色がきつね色になったら取り出します。油を全部切ります。鍋に油を大さじ2分の1入れ、牛肉を炒めます。油通しするときとしないときの違いが知りたいとコメントがあったので答えます。今回のように肉から溢れる油を閉じ込めるよりも、出して利用したい場合はそのまま炒めるのが有効になります。さらに下味をつけて卵と片栗粉で絡めたことで表面の肉汁を流れますが、中の肉汁は閉じ込められます。この流れた油がチャーハンに絡むことで美味しくなり、肉もちょうどいい弾力になります。肉の表面に赤いところが見えなくなったら生姜を入れます。玉ねぎも入れ炒めます。玉ねぎに油が回ったら椎茸を入れます。紹興酒または酒を少量入れ香り付けします。醤油を小さじ2分の1を回し入れ香ばしさを加えます。これを一度引き上げます。これで具の準備ができました。そのまま鍋に大さじ1の油を入れて火を全開にして、卵を鍋に流し込みます。卵が入れた瞬間に気泡ができて外側が膨らんできたら軽く混ぜ、ご飯を投入します。ご飯と卵を絡ませるように混ぜ合わせ、お玉の底でご飯を広げていきます。ご飯と卵は一体になるのをイメージして炒めていきます。
ご飯のダマがなくなるように薄く広げ、ならすようにします。ご飯と卵が一体になったら具を入れます。ご飯と卵と具が一つにまとまるように炒め合わせます。醤油とカラメルを合わせたものを入れます。全体に行き渡るように回しかけます。調味料の余分な水分を飛ばすように鍋を手早く煽り炒めていきます。彩りの青ネギを入れます。胡椒を振りかけます。味を確認します。仕上げに香り付けのごま油を入れます。皿に盛り付けます。お玉にチャーハンをすくい入れて皿に乗せます。最後にピーナッツを振りかけて完成です。ピーナッツは軽く刻んでおくと食べやすくなります。これで黒チャーハンの完成です。次は普通のフライパンで簡単バージョンを紹介します。フライパンをしっかりと温めてください。フライパンが熱くなってきたら油大さじ1を入れます。牛肉を炒めます。下味をつけた牛肉を入れていますが、ひき肉をそのまま入れてもいいです。ひき肉は牛がいいですが、合いびきや豚ひき肉でもできます。ですが牛肉で作るならそれが一番おすすめです。卵1個を混ぜておきます。本格的に作るなら卵黄3個で作ります。ここから赤いところが見えなくなるまで炒めます。火はどの家庭でもできるように弱火にしました。自信がある方は最後まで強めの火力で作るのもありです。牛肉がこのくらい炒まったら、生姜、玉ねぎ、椎茸を入れます。野菜全体に油が絡まるように炒め合わせます。玉ねぎの色が透き通ってきたら、紹興酒または酒を少し入れます。醤油も香り付け程度に少量入れます。材料を端に寄せて手前に油大さじ1を入れます。
その油の上に卵を流し入れます。そのままご飯を卵の上にのせます。ご飯の表面に卵がつくように押し付けながらほぐしていきます。ご飯の塊を上から押さえて潰していきます。塊をほぐしながら全体を混ぜ合わせて炒めます。鍋は振らずに一定の温度を保つように丁寧に作ります。底の部分が焦げないように鍋を揺すりながら炒めます。ご飯の白い塊がある部分をヘラで押しながらほぐして塊をなくしていきます。ご飯の塊が見えなくなり、だいたいほぐれたら醤油だれを入れます。チャーハン全体にかかるように回し入れます。鍋を浮かさずに上下に動かしながら揺すり炒めます。胡椒を振りかけます。青ネギを入れます。仕上げに香り付けのごま油を入れます。最後にしっかりと混ぜ合わせます。皿に盛り付けます。普通のフライパンで簡単に作れました。フライパンを振ったりしないで一定の温度を保つように丁寧に作ることで火力が弱くても美味しくできます。最後にピーナッツを乗せて完成です。このように作れば家庭でも簡単に美味しくできます。今回は黒チャーハンの作り方を紹介しました。実際の黒チャーハンはもっと黒いですが、味は確実に美味しいので作ってみてください。中国醤油はアマゾンなどのネット通販で売っていますので、本格的に作りたい方は買ってみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは主に中華料理店で働く新人の方に役立つ情報をお届けしています。もちろんご家庭でも中華鍋を使って本格的な中華料理を楽しみたい方や、料理ができる様子を見るのが好きな方に向けて参考になる知識やアイデアを全出ししていきます。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。